はい、こんにちは、ケイソです。はい、どうもハネムーンです。さあ、ループヒールやっていきましょう、はい。まあ、よくまだ分かってないですけど、ね、まあ、やり続けていくしかないわな。はい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 。まあ、遠征して。そうですね、はい、遠征で行って。ちょっとデッキ見ましょうか。まあ、時のクリスタル。時のクリスタル。忘却、うん。地の木立。墓場スケルトン。分かんない。ちょっと忘却入れてみようかな。忘却入れて墓場か眉を切ってみようかな。まあ切るなら、まあでも眉雲弱いからな。まあなんか3日ごとにスパイダーってのちょっとあれだね。あんまり、あ、スパイダーじゃない、3日ごとにスケルトンと3日ってあんま多くないから、それいらないかも。じゃあこれを切ってみよう。それ切ってみようか。あ、ダメだ、それ2入れないとダメなんだ。あー、ぴったりなるよりやんなきゃダメなんだ。いや、左上にその2から2だから、2大なり。あー、うん、なるほど、ここで。 それは2から6までいける。はいはいはい、はい、うん、下2から2まで、うん、だ上は2個ないといけない、一番上のところ、ね、じゃあここ出した赤バーはもう確定なんだな、うん、だその下で1個減らさないといけないね。ヴァンパイア減らすか。戦場はチェスト欲しいしね。あー、ヴァンパイアか雲も減らすかって感じかな。ヴァンパイア切ってみるか、ちょっとこいつ強えしな。一回これでやってみようよ。はい、OK、 いきましょう。さあ今度の生成はこんな感じね。はい、まずはスライムを倒してもらって、はい、ね、倒してもらってある程度資源をいただきたいですね。剣最初に来い。武器欲しいですね。あ、山からか。あ、山か。まあ岩も大事ですけどね。まあ岩は並べてっちゃうか。そうね、岩置いてもらって。これ山頂になるとハーピー出るけど HP すげえ上がるからな。牧草茶取っといて宝物庫の隣に並べたい。そうだね、そうするとなんか資源がもらえる。剣剣ゴー、こっちのが強いかな。はい、リング全体ダメージじゃん。ありがたいね。全体ダメージちょっとな、大切にしていきたいよね。お、確かに。小立ちやん。小立ちが来た。小立ちと血の小立ちが来た。あ、じゃあ、ねえ、なんかせっかくだからやってみようか。はい、ここに小立ちを置いて、で、ここの近くに血の小立ちを置くと。はい。はい、山も、はい。あとで置いてもらって。ほう。強くね。あれ、多分今、あれだ ね、15% 以下が発動したっぽいな。あー、ぽいか。はい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 。雲の眉。雲どっこに置くかな。うん、まあどこでもいいか。うん、どこでも今のところ特に、うん、影響ないので。一撃。あんなことない。あ、じゃない。あ、リング。いやー、全体のダメージが強いですね。そうだね。2、3体出てきたときにちょっと一旦。いいわ。いいわ。まあ一周目は全体ダメージ弱いかでも。まあ敵が増えてきたら強くなるね。忘却きた。ああ、微妙。あ、弱いね。うん、まあまあ今のままでいいかな。ね、とりあえずね。はい。お、宝物庫来ました。宝物庫来たんで、まあ右下でやるかな。もっと右下でいいんじゃない？多分それ端っこ。ああ、まだいけるのか。多分だけど。やってみよう。あ、OK です、ね。OK です。OK です。資源うめー。さあ、それもね。資源うめー。9個囲むといいことがあるということで。あ、硬くなった。あ、一瞬で一目で倍になるのか。防御でシールドつけて、まあ、シールドはつけていい。あ、こっちは同じか。同じだね。オッケー。オッケー。えい。えい。オッケー、素晴らしい。剣剣同じ。剣弱。もっと強い剣になってほしい ね。ああ、で、何も能力ついてないや。はい。お、出た。あ、さあ、さあ、これで食われる。はい、オッケー。はい。でも食われるのやだな。なんか恐ろしいものが生み出されるって書いてあるもんな。何個か食ったら多分生み出すんだろうな、ね、さあ、お、もういやー、全体のがまだいいかな。そうね、はい、まあ今全体あんまいらないけどね、今はな。お、小立ち、小立ち、お、小立ち、さすがにか。あー、違うとこに置こうか。どうしよっか、何もないとこ行くか。そうだね、ここら辺でな。はい、いいと思います。えい、ゲット、はい、木の枝。はい、さあスライム倒して、はい、オッケー。お、なんか色がレア。おお、すごいね、これすごいや。さすがにつけるか、これすごいや。さすがにつける、なんかレジェンドっぽい色ね。オレンジだもんね、一番レア臭い。うん、強いね。さあこれで2周目になって3周目に入るけど、そしたらまた強くなるんだろうな。そうね、1周ごとに、週ごとに強くなってるね。うん、硬くなったな。硬え。あ、3発で落とせなくなったもんな。ちょっときつい。武器が欲しい。服が2になった。アーマーはさすがに、アーマーはそうつけよう。ゼロだったね。そうだ。回避が10。いやー、今のつけてるやつの方が強いかな。そうね、はい。回避10も強いけどね。でもまあまあって感じだね。おい、縦に。縦に。
お、強い強い。さすがにつける。リングは、あー、そうだ、さすがに。うん、1秒 1.2 の回復かーって感じだけどね。犬。さあ。さあ、まあまあ、15% 以下で死ぬ。血の子たちが食ってくれる。はい、食った。怖っ。食いすぎると。食いすぎると生み出す。なんか出てくる。はい。どうなんだろうこれね。どっちがいいのかね。ああ。オッケー。では食べちゃった。あ、強い服。まあいいね。強っ。最大 HP すげえ増えた。すげえ増えたね。山が山になるね。どうする山にしちゃうか迷うね。ハーピー出ちゃうけどまあいいんじゃない。山にしちゃうか。子たちも来ましたね。血の子たちか。つけるか。行くか。ここ行くか。ええ。やだな。はい。あの怪物出てきた怪物。恐ろしいやつが出てくるみたいだけど、うん、それが2連戦になったらやだな、うん、そうだね。子たち別のとこにまた置きますか。そうだな。そうだね。ここら辺で、うん、あ隣のマップにいる。あ隣のマップにいるやつもこれってことは影響受けるんだよね。うーんなるほどね。あ残念。お4の4の指輪ピュアダメージ。ピュアダメージって何？わかんねえ。まあこれはピュアダメージがわかんないでしょ。ちょっとでも4だからつけちゃうか。いやダメージーなんかわかるかもね。これつけたことによって あ, あダメージすげえ増えてる。分かった。これ確定ダメージが9ってことか。なるほど。あ多分ダメージの底上げか。それかさちょっとこれ話して作ってみる。9個関係ないかな。もしかしたら山頂2つできるかも。あゴブリン来たね。あゴブリン来たね。あーハーピーも来たね。ハーピーも飛んできた。あピュアダメージこれ確定ダメージが。あーダメージめちゃくちゃ上がったわ。あーもしかしてだけど。さあこれで資源いっぱい。やったー。おーあー強いわ。強いねこれ強いね。おー微妙だねー。最大 HP 減りすぎだけど130減るからね。さすがにじゃない。さすがにか。カウンター7パーどうする。あり回避回避6パーカウンター7パー減りすぎだね。そうね減りすぎだよね。ちょっと怖いよね。3の盾微妙。まあまあまあ。いいわ。墓場だ。墓場どこ置くか。3日ごとにスケルトン。微妙なんだよね、こいつね。まあまあ、なんか影響なさそうなところに。灯台、これは。灯台なんだっけ。総合範囲の攻撃速度が上がるから。いいんじゃない。左かな。こっちか。あ、でも雲上に3体出てんのか、あそこ。忘却で消しちゃってみるよ、最悪。雲消しちゃう。3の甘そこも甘いか。まあまだ大丈夫かな。雲3体でも念のため消しとく。待って回避。あ回避 17% だって。ピュアダメージ9。いやー俺9のピュアダメージにちょっとピュアダメージ今ちょっと浸水してしまった。まあ強いからな。うん確定のダメージってことなのかな。もしかしたらだけど。あなんかピュアダメージ大事だな。ピュアダメージなんかね、なんか強い気がしちゃうよね。森って攻撃力上がったわね。そうね。雲どっかに置いとくか。僕たちはまだいいんじゃない。そうだね、うん、雲はなんかまあここら辺にいかないかな。そうね、適当に。はい。あー今ちょうど時間が空けちゃってモンスターが湧いた。そうね、ウルフが湧いちゃったね。ラットルフ2体か、うん、まあしょうがない。全体ダメージ弱え。血の子たちの影響を受けてるから15回かで死ぬ。剣が、そういえば、弱剣1でしたね。1なのにピュアダメージ、え待って、ってことはこれ大変なことになるぞ、これ。あ、やばいやばい、ピュアダメージやべえよ、これ。これ、ピュアダメージ今まで無視してたらダメだったね。あ、やばいやばいやばい、まあ、狂ってるわ。ピュアダメージゲーだったね。あー、まあいいっしょ。あーいやー、ピュアダメージ、なるほどね。あー、これ、やってましたね、これ、我々。やってるわ。やってましたね。ピュアダメージ縛りしてたんだ、俺ら。縛ってたわ。雲の前、あっ、いいか。今最悪合格で消してなかった。まあまあ大丈夫だね。え今なんかすごい剣みたいなマークで、これバフか。バフだと思う。おピュアダメージ2かー。まあでも吸血中。まあいっか、やめとくか。やめとこう。ピュアダメージ。ピュアダメージ9。はい。戦場。戦場はチェストが出る。あチェストは欲しいね。チェストが出るけどゴーストになることがあるからあんま影響がないところに置きたいね。まあせめて2つ。そこはなんかウルフが湧いてきちゃうからその辺でいいんじゃない。オーケー。で雲の前はあんま大きすぎると数が増えちゃうんだよな。うそうね、右上かな。置くとしたらその辺かな。あなんかあガーゴイルが来たね。多分これガーゴイルだね。ガーゴイル右下のこれか。このこれそうね。牧草地感だからそっから今来なかった。牧草地から来てるんだ。そなんか飛んできたよね。ミミックか。そしてミミック来た。ガーゴイル、はい、ガーゴイル。まあそんな強くない。
こいつ、おお6! 勝ったな、勝ったな、キングは。あー、まあまあまあ、ショピアダメージだっておかしいもん、ダメージ、50出たからね、強っ。そういう意味だったのか、ちょっと意味を理解してなかったな、ピュアダメージ取ってみるべきだった。あー、だって強えもん。一撃や。あー、なんか墓場とかも置いちゃっていいよな、なんか大丈夫な気がするわね。強っ。おー、素晴らしい。さて、6、さすがにじゃない。あー、さすがに、どうする。でもさすがにじゃない、9上がるのはどうだろう。回避と吸血下がっちゃう。ああ、私はそれ派だけど。じゃあ入れちゃうか。回避今のところ 6% しかないからね。まあね、ビビたるものよね。うん、まあ、ビビた。確かにね。灯台来てますね。ランタンか。いや、ピュアダメージ強え。ランタンつけちゃうか。ランタンがモンスターの最大数が減るか。だから雲がいっぱい湧いちゃうから、ここら辺につけとけば、そうね、そこつけといて、まあ今後は雲が少なくなるかもしれない。そうね。で、ランタンも1個は。このゴブリンのとこじゃない、左ゴブリンのここか、ここよくないね、うん、で灯台でまあ攻撃速度が上がる。あ、どこにするか、ここが一番影響あるかな、いい、ね、確かに。左にもあったけど、まあまあ、まあ、そんな近かった。あ、オッケーオッケー。あー、まあまあまあ、強っ。ピュアダメージ強え。あー、ピュアダメージゲーでしたわ。今までなんだろうねとか言って無視してたけど、いやー、やってみるべきだったね。まあさすがに、あ、山は入れちゃっていい。いやー、マジか。HP にも余裕があるね。雲。やっぱ一撃のダメージ大きいのは右側かな。あ、出てますね。あー、ほんとだ。なんかいるね。出てますね。出てるね。さすがに戦わせるか、でも、今回は。左上に置くか。こっちにするか。その左ぐらい。ここに置くか。あ、戦場ね。チェストね。まあ影響がなさそうなところに置きたいですね。うん、ここちょっと大変な。左下？そこ？ここだったらまあ2つか、まあまあまあね、いいんじゃね。ちょっとここ大変そうだね。あ、でもピュアダメージ強いからなんとかなるわ。ああ、本当になんとかなる。全部2発で倒せるもんね。ポンモツコ来た。ああ、オッケー。ちょっと1回ストップするか。オッケー、プラン。ポンモツコ。右下でいいんじゃん。あ、ここでいっか。あ、そのごめん。ここが。そうそうそう、そこで。オッケー。オッケー。うまうま、資源が。オッケー。オッケー。岩、山、忘却。オッケー、忘却はまあ、打つとしたらここだけど、一回戦わしたい感じはあるよね。戦わしたい感じもあるよね、わかる。今、ピュアダメージいい感じに出てるし。そうね。ピュアダメージ。マジで。なんないか。なるほどね。オッケー。ってことは、山は一回限定なんだ。木立ち。木立ちか、これ。うん。ああ、どうしようかな。今の左下ぐらいでいいんじゃない？ここにする？そこの横？左？そうでいいんじゃない？はい、うん。お、スケルトン。久々だね。あ、硬いな、こいつ。硬いね。3発かかるか。ピュアダメージでこんな感じか。7。これ絶対でしょ。あ、もう絶対。あ、ピュアダメージついちゃった。ピュアダメージついちゃった。あれ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 全体か。いや、ピュアダメージ減らしたくねえ、強えけどな。ピュアダメージのせいで、まだいまだに俺ら4のリング活躍してるからな。さすがにだっておかしいもんな。強いよね。火力がもう段違いよ。段違い。お、ランタンじゃねえか。灯台。灯台も。もう、その、次雲があるから、そうね。その辺で。いいと思う。ああ。強っ。一撃やん。当たれば一撃。ああ、まあ、ランダム一撃だね。うん。乱数でな。乱数一撃。強いわ。スライムなんてもう。あ、スライムは勝てんだ、実は。なるほどね。はい。間に合わないね。微妙にね。お、7の。これは、熱いぞ。7の。あ、うん。うん。単純に上位互換。熱い。あ、単純に上位互換。オッケー。さあ。4の服はさすがにな。オーケーオーケー。あ、いる。いるね。ただ、いや、ダメージいかれてるな。いかれてるね。いや、でも全然戦えてる。全然戦えてる。オッケーオッケーオッケー。7のリングだ。あー、強い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 、これ。やばいこれ。いいの来たね。やばいわ。ちょっと一旦止めて、うん。なんか多分ね、この後ちょっとやばそう。もしかしたら忘却も使わなきゃいけないか。あ、
今の鎧強くなかった？ピュアダメージがなくなっちゃう。あ、ごめん、なんでもねえ、失礼。こっちがまあ強い。防御が4を下がる代わり攻撃速度が16上がる。うん、ありだと思う。4だったらまあそうしようか。うん、まあ4は OKOK。で、ちょっと。ちょっとプラン。今、右上か。にいて、まあ、山は並べちゃって。で、忘却が2枚ある。この先。まあゴブリンかな。左下の。左下のゴブリンはこれ厄介だね。それランタンこれはランタン数減らすやつ。ここか、まあここに置きたいかな。じゃあ真上かな、そこの左上、ここの上、そこの上、ここの上、そこでいいじゃん。どう？ああ確かに、ここのここ、ここすごい湧くから、ね、ここに置くのありだね。で、牧草地はまあいいとして、血の子たちを置くかどうか、うん、置くとしたら、まあ、下の子たち、まあ、一応まだ何もないかなって感じで、ここね、ここだったらまだいい、うん。いや俺忘却でゴブリンは消していいと思うな。ここのいっぱい、ね、で日が経つとゴブリンが増えちゃうから近寄ってきたら消そうか。オッケー。墓場どうする？墓場はまあとりあえずここら辺、まあ、オッケーでスタート。大丈夫かな。意外とでも食らってるな。そうなんだよ、意外と食らってんだよ。火力は高いけど回復はないか。そうね、吸血とかはないかな、多分だけど。あ、吸血ないね。一撃はやっぱでかいから。回復手段がないのか。そうだね。それで、オッケー。ちょっと武器を落とさねえんだよな、実はな。あ、ちょっと待って待って待って。迷うな。吸血 20% はでもピュアダメージ今9あるから、そもそも。ありだけどね。でもそいつレア度的には多分一番下っぽいよね。そうなんだよね、灰色なんだよ。うん、でもありかな。吸血でかくない？でかい。まあどんだけダメージ減っちゃうかもかは分かんないけど、はい、いやまあでも HP 減ってるしね。奥装置置かなくていい。そうだね。うん、灯台どうしよっか。今スピードアップしてんのはそこか。だからそこ以外置きたいね。あーでもこっちあんまり影響がない。あーそうか、これ重複すんの？しない。あ、それ次あれだね。次あるから、その左下に置けば、その下。そうそうそう、その辺に置いとくと。いい感じ。ああ、次にちょうど、次に関係あるかな。この上の子たちちょっと動いてんの、もしかして次来る感じですかね。カサカサカサなってるね。雲の前どうしよう。まあ、置くか迷うところ。置くんだったら右下か真上ぐらい。右上ぐらい。その右上の右 上、ああぐらい、うん、それかまあ下のその戦場のところ置いちゃってもいいけどね。ゴーストになっちゃうかもしれないけど、こうね。ああまあ子たちも置くか。そうだね、子たち置いて、その下の戦場のところまあ置いちゃってもいいんじゃない。お、いやその左とかその辺、その辺にゴーストになっちゃうかもしれないけど、まあまあまあ、まあ、で雲どうするって感じ。消さずに雲はいって、でゴブリンはやばいと思う。ゴブリンもうそろゴブリン今消しちゃっていいね。オッケー、じゃあゴブリンはこの See you。 ああ強いからな、ゴブリン。雲どうする？まあ、雲は弱いからなんとかなるんじゃない。オッケー。でドレイン 20% もついてるし、8回復か。17くらって8回復か。あ、いや、まあ、くらってないね今ね。あ、プラマイゼロ、プラマイゼロ。オッケーオッケー。あ、回復してるわ。オッケーオッケー。回復してるわ。よしよしよし。7の盾だと微妙。7上がるか。まあでも攻撃速度が強くな。そうね。いいねいいね、回復、うん、回復してる、回復してる。装置宝物庫欲しいな。スライム。オッケー、回復。オッケー。牧草地。回復。回復。しかし。宝箱出た。いった攻撃。硬いね。8の鎧だと。鎧。いや絶対強い。ピアダメージはでも5下がるか。下がるけど。ピアダメージすごい落ちるね。まだ攻撃速度すごい上がるし全体ダメージある。さすがにだね、さすがにだね。オッケー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 。頼むよ。もう一手出たな。あ、ピュアダメージなくなる。回避が9。速度下がるのちょっときついかな。そうだね、 8だしな。そうね、はい、うん、まあまあまあよ、まあさすがにいらないな、うん、さあこれで6の指は。うん、吸血が落ちるけど攻撃速度 8% と7か。まあまあなしではないね。でもとりあえずまだ吸血でいいかな。OK。
やばい、なんかいっぱいになっちゃったな。いや、なんないと思う、多分広がるだけかな。ほら、オーケー。うん、まあそうそう、ちょっとプランもして暴虐も考えないとですよね。そう、今見たやつ。そうか、見たやつか。そう、あ、まあまあ、さすがにでしょ。さあ、次、隣ゴブリン村なんだよね。ワンチャン忘却ってことか。そう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 。で、こいつは湧いたのね。うん、あいつが湧いた。いや、使ってもいいからね、忘却ね。まあ、事故るもん、ここ。あれごと消えるからね。オッケー。宝箱消えちゃう？あ、違う、その、スケルトン、墓場。あー、なるほど、なるほど。消して。墓場置くか。まさかの消してな、まさかの墓場を置いて、うん、まあ、岩を置いておいて、木槽地が溜まってきちゃったね。そうだね、ホームスコが来てくれればいいんだけど。オッケー、オッケー、オッケー、強い強い、さすがにな。7868だからな。あ、うわ、そこやばいな。あ、ここやばいぞ。いや、でも強いわ。あー、シールドが、いや、こうどうする。あ、まあ攻撃速度の方が強いな。そうね、そうね。オッケーオッケー、どういけんす。あ、オッケーオッケー、やれてるやれてるやれてる。これ別に気にしなくてよかったか。あ、ランタン、ランタンは数減らす、数減らすか。まあ、ここ多いから、今多かったね。あ、いいとこ、ここに置いといて。オッケー、あ、オッケーオッケー、オッケーオッケー、山か。宝物庫、宝物庫欲しいな。岩か、左側よ。いやいや、山脈ができてきた、ね、あ、山脈が、あ、墓場か、いや、戦場か、戦場だね。牧草地が、牧草地が、とんでもないことね。もうこれマックスか、さすがに。これ埋まった感じすんでしたね。なるほど、うん、わかんないけど、吸血18。うーん、まあその8のリングを変える予定があるのであれば立て替えてもいいかも。でも攻撃速度だもんね、ちょっときついね。うん、いいと思う、攻撃速度で。あ、そうだな、うん、まだ加わるんだ。いや、まあ戦場どこに置こうかな。そこの上でいいんじゃない、ちょうど。ここでいい、うん、まあ、まあまあまあ、ね、とりあえず宝物庫待ちかな。うん、 OK。 ランタンか、あ、消えちゃっ た、 一番左のやつ。うん、これでマックスだ。どこだ、ちょっと使っていくか。ったらいいかな。てか、あれか、あとから置くのじゃダメなんだっけ。ダメだと思う。ダメか。ちょっと次、うん、止めないね。強っ。あー、こいつねーなー。80。うわー、いや、強い。強い、最強。だってこれより上だもん、どう考えても上だもんね。もう最強。もう俺楽しみだな、これ。あー、攻撃速度は全然下がっちゃうんだ。でもなんかそんなだね。そうだね、上の方が強いまである。お、9だけど、うん、これは上の方が強いね。そうだな、うん、9、こんなもんか。墓場、まあまあ多少適当でも。ほら、血の子立ち、もう今3つあって、全部埋まってる。左のところが子立ちが埋まってないかな。ここか、あ、上上、あ、そこでもいいか、うん、ここで岩を置いて、もう岩、山脈がマックスだ。木槽地どうするって感じだね。後置きなんだよね。まあ、じめに回復するか。ちなみにこれ多分そのままボスが出ますね、今帰らなかったら。なるほどね。でも挑んでみる。いや、もうもうワンチャンあるよね。ワンチャンワンチャンワンチャン。あー、オーケー、オッケー。一日の始まりに HP2 回復か、強いな。見よう。オッケー、次。うん、強いね、強くなったね。あ、ホームスコ来た、よかった。あ、ホームスコ来た、やっと来たよ。そこ、ここでいいね、そこでいい。ここでよくて、オッケー、これもう、あ、出た出た出ただけ、ボス出ただけ。オッケーオッケー。え、なんか、なんか、あれあれ、なんか前よりも、周りが、前よりも強そうだね。あれ大丈夫かな、周りな、なんか書いてあった今、周り。いや、特にリッチ、え、書いてあるんだよ、リッチの宮殿。あ、本当だ、宮殿一つにリッチのヒットポイントとダメージが 5% 上がる。上は下は、それ墓場か、リッチが。あ、それ周りリッチの宮殿だらけだ。じゃあこいつがリッチなんだ。はあ、なんか建物消してやる効果があれば、もしかしたらこいつを弱体ができるかもしれないね。そうね、まあ、とりあえず牧草地とかね。そうね、とりあえず牧草地。ボス出たけど牧草地。牧草地、あ、防御系ってちょっと痛かったかもしれないね、もしかしたら。そう、あ、もういっちゃう、もういいんじゃね。オッケー、置いちゃう、置いちゃう。
忘却来たねっていうか、なんで忘却今来たんだ。使ってみる、使えるのかな。あ、使えんじゃん。あ、これ使える。いや、そいつじゃない、そいつじゃない、周りのリッチのやつ消せんじゃん。ほんとだ、ほんとだ。いや、消すべきじゃね。あ、どうする、それとちょっと取っとく。いや、消していいと思うよ。最後に消してもいいか。まあ、いや、これからなんか強いやつ来たいなとか。その下にだってゴブリンいるっしょ。あー、ここのだってゴブリンハーピーな。まあ、でも大丈夫か。まあ、ここは大丈夫だと思う。じゃあ、消しとくか。宮殿消したれよ。おら、 5% 上がるだもんね。で、ちょっと武器を見よう。あ、これは弱いな。いや、弱いでしょ、66だもんね。ああ、さすがに。なんかここら辺のやつら装備できねえのかな。それアンロックじゃない、これから。ああ、そうなのかね。うん、それかまあここでは出ないか。適当に戦場行っても最終決戦だから関係ねえけど、行くぜ。はい、まあ、とりあえずまずはラットルフ一体倒すじゃん。そこは余裕。おお、結構強い。はいはいはい、強い。オッケー。まあ、でちょっとここ今プランしよう。オッケー、全然全然強い。全然。あれ、これもしかして。いや、いける。ある。全然ある。目装置。これはピュアダメージ13。ピュアダメージ13。しかも火力高い。これじゃない？これだね。これだね。これだな。これで、これで加圧するだね。移動も。あ、それにして、あ、灯台で速度上げてやればいいじゃん。上げてやろう。うん。で、最後岩と一個溢れた山。はい。いや、もうこれ来たでしょ。楽しみだね。でもガーグイルがいるな、ここに。ガーグイル倒してからかな。ソニーが俺倒して、さすがに瞬殺。オッケーオッケー。牧草地だけど。まあ牧草地は。まあ関係ない。ああ、関係ない。行くぜ。行きましょう。頼む。楽しみ。さあ出てきた。喋るかな。喋った。これはどういうことだ。もういささつませよ。いいだろう。強いけど全然前回よりは ある。全然前世みたいな言っちゃったけど。いやー無理だなー。いやーマジか。マジで。うわマジ、こんな強かったのこいつ。まだ無理なのこいつ。いや前回瞬殺すぎたもんな。うん、一発で殺されちゃったから。いやでも半分減らせるから。さあ半分かー。いやいや、いけそうだったのにな。残念、しょうがない。くそ、まあ、とりあえず資源持ち帰って。でも建設できるかもしれないから。あ、できるね。あ、できる。ポーションって俺らまだ持ってないんだよな。そうだな。いやだから補充できる、だから勝手に手に入んじゃないの。あ、そうなの。あ、うん、沼地カードをアンロックだって。まあアンロックしていくか。ああ、しょうがないね。あ、まあまあ、どこに置く。どこでも。あ、変なバーバー出てきた。顔やば。やば。平方な土を見つけられるのは奇跡だわ。貴重な薬草の種を失んだこともない。その中でも本当に奇跡だっていうのは、癒しの疾病や塗り薬がまだ効くことだよ。はあ、バーバー、あの最悪でたくさんの人生に落ち合った病気でこれ以上死ぬのはごめんだわと。はあ、このポーションあなたの役に立つわ。数本持って旅立てば大怪我せずに戻ってこれる可能性もかなり高まる。ありがてえな。回復するのはすごいありがたい。確かに。へえ、じゃあこれからポーション使えるようになるんだ、ね。まあ結構冒険が楽になってくんじゃないですか。はい。あ、まあ次こそは絶対あのボスをね倒して。今回調子良かったのにね。いや、マジ良かった。武器も防御面かな。なんだろうな、結構回避されてたんだよね、攻撃が。確かに。だからそれどうすればよかったのかなっていうところで。はい、うん。まあもう次こそは倒したいですね。はい。はい、あのまた高評価1000いただけたら続きやってきますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします、はい、じゃあ今日は終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。